クワスクバシルは、北欧神話に登場する神である。その名前は、かもした飲み物を意味するクワスと語源が同じであり、本来は一種の酒の名称であったと考えられる。スノーリの言った第二部、死後法には、アース神族と万神族が、構想終了後には僕を結ぶ記念として、全員が唾を器に吐き出したが、その和平の印である唾液を滅出させないために、 大液に人間の形を与えて、クバシルという非常に賢い人物を作り出した。クバシルが答えられない質問は皆無であったと語られている。また、ユングリング家の佐賀では、彼が万神族で最も賢い神だとされている。万戦争の和睦の人質交換に際し、アース神族は非常に賢いメイミルを送ってきたため、万神族は彼と交換にクバシルを アースガルズへ送った。クバッシルは世界中を回って自分の知識を広めようとした。しかし彼は間もなくドワーフの兄弟のヒアラルとガラールによって二人の住む洞窟で殺された。クバシルから絞り取られた血はオオズレリルまたはオドレーリルとボズンまたはボーデンという名の壺に貯められた。兄弟はアース親族らにはクバシルが 自身の知識で窒息して死んだと告げた。兄弟がクバしるの血と蜂蜜を混ぜ合わせて保管していたところ、力か死を生み出す魔力のある死の蜜種が醸された。この出来事に由来し、死はクバシルの血などと呼ばれることがある。スノッリの言った第一部、ギュルビタブラカシ、第五十章でのクバシルは、 バルドルの蘇生を阻んだことを神々に処罰されることを恐れたロキが自分で作った後に焼いて処分した網の灰を見て、これが魚を捕まえる道具と見抜き、鮭に変身して川へ飛び込んだロキを捕らえるのに網を作って使うように提案している。その他の北欧神話の題材のように、クバシルはポップカルチャーの分野に登場する。ありがとうございます。